はい、どうもみみつです。今日は11月23日土曜日、劇場版冴えないヒロインの育て方フィーネ第5週目に突入したということで、早速行ってまいりました。もう早いもので、公開から1ヶ月経ちましたね。冴えないヒロインをめぐる青春グラフィティグランドフィナーレね、あと2週間バッチシ盛り上げていくんで、よろしくお願いします。第5週目の特典はこちら、丸戸秀明先生のミニ小説アフターファイブイヤーズレーター。はい、こちらですね。これね、めちゃめちゃ面白いっす。なのでね、ぜひ劇場へ行ってゲットしてください。もう一つの特典はマジでやばいよ。今までいろんなね、映画の特典もらったけど、こんな豪華特典は初めてです。紹介しましょう。はい、こちらになります。複製原画15枚セットです。ランダムで入れてくるかなと思ったんですけど、ちゃんとね、15枚セットでね、特製封筒で入ってるので、素晴らしいですよ、これ。ぜひね、第5週目だけは見に行ってください。お願いします。これめちゃめちゃネタバレになるんで、見に行ってない方は見ない方がいいと思います。それで1枚目。オープニングシーン。オープニングシーンですね、これ。うおぉ。いい色入ってたね。次。次行きましょう。うおぉ。はい。加藤めぐみです。よしてとかね、持ってますね。次行きますよーん。なんや、これ。これは、泉ちゃんが徹夜でキービジュアルを描いてた時のシーンですね。はい、さあ次行きましょう。はい。お、なんだこれ、色が違うぞ。お風呂シーンですね、これ。お風呂シーン。加藤めぐみのお風呂シーンですね。加藤めぐみの、あれです。お風呂上がりのシーンでございます。はい、次。じゃん。霞ヶ丘詩羽先輩のワンシーンです。はい、時は時。ほい。なんだなんだ。わ、これ、俺が泣いたシーンやんけ、これ。ねえ。俺泣いたシーン、これ。最高のシーンが入ってた。これも素晴らしいシーンでしたね、これね。クライマックスの方に。来たー、名シーンですね、もう。私のこと、好きだったーですね。なんで、最高のシーンでしたね、もうね。はい、どんどん行きましょう。ね。どんどん行きましょう。あはい。じゃーん。これどこのシーンやったっけね。ちょ、すまん。このシーンか、5回も見たのにちょっとこれ、後で調べます。詳しくね。はい、
ウタハ先輩ですね。真ん中ぐらいの旬でしょうかね。うん、美味しいなって気がする。はい。ああ、いいね。この時のね、挿入歌がいいよね。歌詞とね、ストーリー合っとるもん。こういいシーンよね。霞ヶ丘ウタハ先輩とエリー。最後のシーン、もう大失恋のシーンみたいな感じでね、残り少なくなってきましたけども、はい、ああはい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 、これはね、確かになんつうんだろうね、もう最後の方よ、本当卒業したよみたいなところのシーンですね、これね、最後の方じゃーんじゃーん、あほら、これはちょっと難しいけど最後の方やね、これも本当にみんなのメインヒロインになれたかなみたいなところのシーンでしたかね、その気がする、この最後の方、あれ最後最後何このシーンウケるよ、このシーンウケたよね、このシーン笑った、エリリの数年後のエリリです、これ本当このシーン笑ったもん、はいはい、以上になります。というわけでね、毎度恒例で感想の方をね言っていきたいんですけども、5回見てますからね、そういうこと聞いてね、歌詞とストーリーがマッチしとうっていうことがね、ようやく気づいてきました。すごくね完成度が高い作品ですね、もう何とも言いようがない。ブルーレイディスクはね間違いなく買うんで、ぜひ皆さんもね、ブルーレイディスク買ってくださいね。はい、今日はここら辺で終わりたいと思います。面白いと思った方はぜひぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それでは次の動画でまた会いましょう。バイバイ。